今日の相手は、デビューして間もない大隅サリという子なんですけども、まあ、これがちょっと3の路線で来てるタイプなんで、まあ、いつもの私らしい試合よりちょっと道がそれそうな感じするんですけど、楽しみに見てください。ドキドキしてます。オタアカデミーに入れるように今日は頑張ると思います。大隅選手にとって尾崎さんとはどういう存在なんでしょうか。憧れの人と人で、目標の人で、尊敬する人で。じゃあ今日はもう今すごく楽しいですか、できるってことで。不安ですか。緊張してます。どんな試合になるんですか今日は。あ、でもやっぱり自分らしさを出せればいいなと思います。これからも尾崎さんと相川なんですけど、自分をよろしくお願いします。Ah!
経過、5分経過。Yeah!
今日の私は本当の私じゃないですからあの今日のが本当の尾崎真由美だと真由美と思われたらちょっとお笑いなんで今日は仮の姿です。あの後輩がやってこう求めてくるっていうんですか、はい、実際を感情を出してきて、はい、どうですか、受け止められて、受け止める側としては受け止める、いや、お墨の顔を見てもらえばあかんですけどね、怖かったです。試合の内容的にはどうですか、やられて内容あの、どうだろう、まあ、今日の試合を真剣に見てくれと言われても多分みんな困っちゃうと思うんで、まあそうですね、嫌なことがあった時はこの試合見て笑ってくださいとでも言っておきましょうか。そういうチャンスだし、あと天野とは同期なんで絶対負けたくないんで今日は勝ちたいと思います。あの長く順調されてきて最後は最後というところだけ帰ってきたわけなんですけど、はい、疲れとか体調とかはどうですか？疲れは今はないです。怪我も全然ないんで今日は勝ってベルトに挑戦できるように頑張りますので応援してください。いつものように頑張ります。今日別にあのここら辺じゃないですか。はい、ちょうど東京の機会いっぱい来られると思うんですけど、はい、特別こう超えるとかそういうのはないですか？特別そういう東京だから頑張るとかそういうのはなくて自分はいつも通りで頑張ります。Ah!
No.
Thank you.
に何度か戦ってたんですけど、やっぱりその時とは全然違う、すごい気迫っていうか、なんていうのか、やっぱりオスアカデミーさんっていうかの入ってる分、すごいいろいろやっぱり苦労してきてるっていうか、いろんなこと見てきたんで、まあ、その分すごい試合とかでも全然昔とは違うっていうか、やっぱりそれにすごい刺激っていうか、自分も受けるっていうか、やっぱり同期にはやっぱり負けたくないっていうのがあるんで。抱負はですね、そうですね、まあ、大角沙里選手と、本川選手ですか、2人の個性が強すぎるんで、まあ、その個性に負けないような、でも、久しぶりに、今日は楽しんで試合をやりたいなと思ってます。今はベルトは全部取られてしまって何もなくなった状態なんですけども、10年経った今、何もなくなってからまた再スタートということで、気持ちを引き締めてまだベルトに向かって頑張りたいと思ってます。試合の抱負は、すごいみんなバラバラの個性を持った選手ばっかりなんで、相手チームにも強烈な選手が2人いますんで、そのカラーに負けないように自分もボケたいと思います。今日後楽園なんですけど、その前長い地方の巡業だったんで、疲れは溜まってるんですけど、疲れを見せないで今日も爆発したいと思います。今日は6人タッグで関西さんと、久しぶりに後楽園で当たるんで、今まで自分が、練習してきた力とかを関西さんにぶつけたいと思います。これからも、頑張ってるんで、見に来てください。
Hey!
Let's go.
過、15分経過。
もっと本当は関西さんとやりたかったんですけど、なんか大隅と元川のペースとかちょっとなって、もっと自分自身も楽しみたかったんですけど、なんかちょっとタイミングが自分の気持ちがなんかついていけなかったんですけど、はい、面白かった。なんか普通1試合目すごいちょっとダメージを負ってたんで、ちょっと2試合目あれだったんですけど、奥さんのフォローがあって奥さんと真珠さんのフォローがあって試合自体は自分ももっと自分の個性を出したかったんですけど、やっぱり向こう の悪が強い変な2人がいるんで、惑わされてしまいました。自分のペース握れなかったんで。今日でも3回目の挑戦になるので、今日は前のような試合はしないように、いい試合ができたらいいなと思います。体調コンディションはどうですか？長い時間から帰れた、やられてたと思うんですけども、はい、いかがでしょうか？左膝が少し調子悪いので、相手に分からないようにって言っても無理なんですけど、狙われないようにしたいと思います。試合の展開とか少し考えてらっしゃいますか？こんな試合にしたいとか、なんかそういう何も考えられないんですけど、自信の度はどうしますか？半分半分です。今日も応援できるように頑張ります。自信はどうですか？今日はあんまりないんですけど、勝って応援したいと思います。今日は特別なんか試合展開とか作戦とか考えてらっしゃいますか？今の段階で。考えてますよ。体調はベストじゃないんですけど、でも大丈夫、頑張りますので応援してください。 JWB でジュニア選手権試合を行います。
ちょっと頑張れ、Yeah!
ずっと押されてしまって、ずっと持ったようなペースで試合運ばれてしまって、ちょっと危なかったんですけど。でまたすぐ宮口と会うんで、この前宮口に負けてしまったんで、また気が抜けないっていうか、また次も防衛していきたいと。タイトルマッチなんですけども、すごい緊張してるんですけども、絶対プラムと2人でベルトを取れるように、相手を潰すつもりでいきたいと思います。特別なんか作戦とか今日は考えてた、2人でできるだけダブルの攻撃を出して、で、相手をギャフンと言わせたらいいなと思うんですけど、はい、チャンプダブル自信はかなりありますでしょうか。 あります。プロレスはビデオとかテレビとかで見ててもすごく、幸運は伝わると思うんですけども、やっぱ実際で見に来てもらった方が、プロレスの凄さとか分かると思うんで、ぜひ一度試合会場に足を運んで
という JWP の試合を見てください。とても緊張してるんですけど、やっと尾崎たちにも勝てたんで、この勢いに乗ってキューティーと2人でベルトを取りたいと思います。特別作戦とかはどうお考えですか？いろいろ考えてありますけど、今は秘密。ただ自信があったら今日は、そうですね、自分の力を信じて、キューティーの力を信じて頑張りたいと思います。まだちょっと試合まで時間があるので緊張はしていないんですけども、まあ今日はキューティープラムということで、正直言って安心はしていません。タイトルはいつなくなってもおかしくないと思ってるので、とにかくいつも通り勝っても負けてもいい試合がしたい、それだけです。具体的に試合がどんな展開になるかとかいう予想は自分でされてますでしょうか？そうですね、プラムもキューティーもオズアカデミーとの構想で随分、燃えてますので、それを考えるとやっぱり私たちを潰してね、またオズアカデミーとやりたいんじゃないかなと思ってるので、激しく来るんじゃないかなっていう気はします。でもレブさんとしては当然チャンピオンとして守る自信は多分に終わりかと思うんですが。いや、守る自信は一回もないですね、タイトル戦。今年は私はおかげさまで20周年記念興行を横浜の方でやったり、また違う会場なんかでも考えていただいてるんですけれども、これは20周年で終わることではなくて、もっともっといつまでも元気で試合をやっていけたらなと思ってます。それも皆さんファンのおかげだと思ってますので、これからも応援してください。よろしくお願いします。今自分でも乗ってるんで、相手はやっぱり先輩で、かなりホール取るのは難しいかもしれないですけど、今絶対負けてられないんで、ガンガン行くんで、必ず最後にアベルトを巻きたいです。今おっしゃいましたけど、プラム選手、プーチン選手という同期のコンビなんですが、はいはい、どう思われて、どう評価されてますか？ジャパン時代の頃からすごく息が合ってて、やっぱりそれは同期っていうのもあると思うんですけども、すごく合ってると思うんですよ。タイミングよくいろいろ技がポンポンって仕掛けられちゃうんで、そこら辺を気をつけないといけないかなって。あともう乗ってる方が選手したら絶対に今日は自信ありますよね。負けるときはしないんじゃないかって。そうですね、自分がヘマさえしなければ、あとある程度パワーで押してって、今日はこんな試合にしようとか、なんか今試合の展開とか考えてらっしゃいますか？まだあんまりそんなに、試合前になったらもうちょっと多分こういろいろ考えると思うんですけど、今は少し緊張してあと長くご巡業を回られてきて、久しぶりにここだけ帰ってこられて、疲れとか怪我が少し心配なんですけども、その辺はどうかも？全然ないです、大丈夫です、絶好調です今年は今ベルトを2つ持ってるんで、ノリに乗ってます。今年の福岡を期待してください。
Come here.
ったんだよ。ダメだめつやったよ。言ってしまれ。Yeah!
15分経過、くっつー
いけるかと思った、正直言ってもっといけるかっていうかもっとできたと思う。だからすごく悔しいし、もっとやらなくちゃいけなかったと思う。だから悔しい気持ちがいっぱいで、もっとプロにも頑張ってもらいたかったし、もっと私も行かなくちゃいけなかった。だからもっとやらなくちゃいけなかったから余計悔しい。なんか悔しいって言葉がなんかすごく軽く聞こえたらすごく、辛いけど、でも本当にもっとできたと思うし、もっとやらなくちゃいけなかったと思うから、なんかこの試合にすごく意気込んできたし、巡業中もこの試合のために頑張ってきたようなもんだから、だから全部力が出しきれなくてすごく悔しいし、気持ちだけがいっちゃったのかなっていう気もするけども、でももうそんなこと
言ってるキャリアじゃないから、まあ、とにかく何事にも悔しかった。だからもう一から本当に新人と一緒に気持ちもプロレスも何もかもやっていかなくちゃいけなかった、やっていかなくちゃいけないなって気持ちが強いです。じゃあ私がちょっとあれなんですよ、スタートやって急に腰痛くしちゃって自分でも理由わかんないんだけど、それで私がヒーのテンポ崩しちゃったんですよね。ごめんな。いや、すいません。ごめんごめん。もう今日の場合私のこの調子もあるし、あのヒーの方にちょっと負担かけすぎちゃった面で、うちもあの絶好調というわけではなかったんだけども、向こうも逆にその気負いがあったんじゃないかなと思うんですよね。だから気迫はあるんだけれども、それがあの空回りしてる感じがしたっていうか、あの自分がやっぱり同じプロレスラーだから、そういう気持ちって試合しながらもあの分かっちゃうっていうか、こいつ多分今あの私のことを責めながらでもすっげえ悔しい思いしてんじゃないかなっていうか、なんか変なこう一部分でそういうことを考えながら人のこと考えてる場合じゃないっていう自分もいたりとか、なんか変な感覚でしたね今日試合は。なんかこう冷静じゃなかったっていうか、なんか変に多分自分もなんかおかしかったんじゃないかなって、お客さんでなんかあの福岡ほらしっかりしろみたいな、そういうのを聞いて、あやらなきゃいけないとか思ったのがなんかちょっと自分でも気負いすぎたのにつながっちゃったのかもしれないです。多分でもあれですよ、とにかく私が今日すっごいヒー自身のテンポを崩して、いつもだったらどっちかっていうとヒーのテンポに私が合わせてこうやっていくんだけども、そのヒーのテンポに私が足を引っ張るようなテンポで私がやっちゃったもんだから、ヒーが多分自分自身で自分が分かんなくなっちゃったところもあると思うんですよね。で私がそこでまた落ち着かなきゃいけないんだけど、自分でどんどん墓穴掘っていっちゃって、すいませんでした。